皆さんこんにちは。今日は深川私という名前で有名な大判大正14年12月3日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。江戸時代、隅田川には深川の大渡しと呼ばれる橋が架けられていました。契約で物の受け取り場所を深川の渡しと指定すると、当時の商慣習では売り主の指定する深川にある倉庫または船を係留している河岸のことを指していました。ある時、三共商事株式会社は山下伝太郎に大豆粕を売る契約をし、その引き渡し場所を深川の渡しとしていたところ、三共商事がどこの倉庫なのか、あるいはどこの河岸なのかを指定していませんでした。買い主の山下は大豆粕の値段が下がっていたこともあって、受け取り場所が明確に指定されていないという理由で商品を受け取りに行きませんでした。三共商事は山下に対して7日以内に商品を引き取り、代金を支払うよう催告しましたが、それでも山下が応じなかったので契約を解除し、大豆粕の価格の下落によって被った1110円の損害賠償を求めて提訴しました。原審は三共商事の請求を退けましたが、大審院は次のような理由で原審を破棄し差し戻しました。原審は東京市内の肥料商人と一般地方人との大豆粕取引について、目的物の引き渡し場所を深川渡しと定めた場合には、引き渡しは売り主指定の深川所在の倉庫または付近の橋家船係留河岸で行う慣習がある事実、および三共商事は東京市内の肥料商で、山下は千葉県の肥料商であって、三共商事は大正9年4月1日に山下に対し右慣習による意思を表示し、大豆粕740枚を代金1枚4円30銭、引き渡し場所深川渡し、大正9年5月中に引き渡しと同時に代金を支払うことを定めて売り渡しを約束した事実、並びに三共商事が山下に対し物品引き渡しの準備を完了した旨を通知し、代金の支払いを催告したにもかかわらず、山下がこれに応じなかった事実を認定した後、三共商事は引き渡し場所を特定してこれを山下に通知しなかったのであるから、仮に三共商事が主張するように深川所在の丸三倉庫で目的物を引き渡す準備を整えていたとしても、山下は右催告に応じる義務はなく、したがって代金支払いについて遅滞の責任を負うものではないと判事した。しかしながら右慣習にいわゆる売り主の引き渡し場所の指定は必ずしも明示のものである必要はなく、目次でなされた場合には買い主がすでに引き渡し場所を知り、もしくはこれを知ることができた時には、特にこれを通知しなくても右慣習による指定の条件が満たされたものと解するのが相当である。故に三共商事が引き渡しの準備を完了し、これを山下に通知して代金の支払いを催告した際に、山下が引き渡し場所を知り、またはこれを知ることができたかどうかにかかわらずこれに応じなかったというのであれば、遅滞の責任を負わなければならない。しかし本件において三共商事は
引き渡し場所がマルサン倉庫であることを山下が知っていると主張することについて、原審における三協商事弁論の全趣旨に調し、これを看守することが難しいものではないのみならず、仮に山下がこれを知らなかったとしても、山下は誠実に取引をする意思があるのであれば、相手方に対して一辺の問い合わせによって直ちにこれを知ることができるものなので、このような場合には審議の原則により、山下は右問い合わせをする必要があり、これを怠った場合には遅滞の責任を免れることができない。しからば本件において山下の遅滞の有無を決するには、山下が引き渡し場所がマルサン倉庫であることを知っていたか否か、および三協商事が引き渡し準備を完了した事実の有無を審理しなかった原審はことここに入れず、単に三協商事が引き渡し場所を通知しなかったという一時によって、直ちに山下に遅滞の責任なしとしたのは違法であり、この点に関する論旨は結局その理由がある。よって原判決を破棄し、原審に差し戻すと判決を下しました。今回のケースで裁判所は、物品の引き渡し場所を深川渡しと取り決めた場合に、売り主が特定の倉庫で引き渡しの準備をした以上は、買い主に対して準備が完了した旨を通知する際に、その倉庫の場所を指示しなかったとしても、買い主には審議誠実の原則上、売り主に問い合わせるなどしてその場所を知ることができたときは、売り主は有効な履行の提供をしたものと言えるとしました。その後、深川の私は関東大震災で崩壊し、昭和3年に現在の永代橋が架けられましたが、橋を渡るときに今回の事件のことが思い出されるかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。